息苦しくなく安静にしてれば息苦しくなければ大丈夫です。そうなんです。よかった、先生来てくれても。本当にありがとうございます。ありがとうございました。ご本人的にはどうですか、はい、ちょっとこれつけてもらってもいいですか。熱はどうですか。糖尿病もあるんですよね。糖尿病あります。はい、読みます。39度1分。これはちょっとごめんなさいね、もう一回。こっちは大丈夫。なんかですね、結構こっちの背中の方とか左は特に上の方まで結構ちょっと肺炎を疑う音が結構してるんですよ。で酸素の音濃度も悪いし、ちょっと肺炎になってる可能性結構高いと思うので入院の方が安全だと思うんですけれども、今日入院した方がいいレベルだとは思います。重症化するリスクも高いですし、ちょっと今もうこの酸素の時点ですでに重症の分類に入ると思うので、入院の交渉させていただいてもよろしいですか。ファストドクターの OC の利根川です。できるだけ今日がいいと思います。はい、呼吸音も結構異常があって、もう背中側はそのウイルス性肺炎を強く疑う音がはっきりと聞こえます。はい、はい、すいません、ありがとうございます。お願いいたします。夜はなかなか受け入れてくれる病院が見つからないことが多いから、朝になった方がそういう病院見つかる方が可能性はあります。で絶対に入れるとは言えないような。さすがにこれで入院してさすがないと本当にちょっと危ないと思います。